こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は玉ねぎの保存のやり方、私なりのやり方をちょっと見ていただきたいと思います。玉ねぎをもうすでにお天気のいい日に全部収穫してしまいました。玉ねぎは上の葉っぱが茎の元の方で折れてから1週間から10日ぐらいそのままの状態で置いておくと、まだ玉が若干は大きくなるということで、私はいつも1週間ちょっと置いています。収穫をした後、天日干しをします。だから引き上げの日はお天気のいい朝のうちに引き上げをしまして、そのまま畑で天日干しをします。1日か2日ぐらい天日干しをした後、家の方に持ち帰りまして、涼しいところでさらに乾燥さすか、または縛って吊るすことによって乾燥が進んでいくと思っています。その天日干しを1日するかの理由はどうしてるか。畑にいるときは下の水分を吸い上げていますので、結構玉ねぎに水分が多いですので、天日干しをすることによって表面の水分が蒸発しますので、天日干しは必ずやった方がいいと思います。それが保存が効くようになるということ。保存性を高めるために天日干しを1日か2日します。持ち帰ってそのまま陰干しをしてもいいですし、私のように吊るし上げて竿にかける場合はもうそのまま陰干しと一緒ですので、縛って吊るし上げます。昨年は玉ねぎがちょっと私失敗しましたので、玉割れがあったりとか腐りやすかったりとかして保存は全然しませんでした。一昨年は玉ねぎを保存をしまして、次の玉ねぎの植え付け時期まで11月ぐらいまで保存ができました。玉ねぎを植え付けの時期が来ると、吊るしている玉ねぎもだんだんと新しい芽が出て青々とした茎が出てきます。もう私はその青々として出てきた玉ねぎの葉っぱを青ネギの代わりにして刻んで味噌汁に入れたりはして食べています。下の方も、全部が新しい玉ねぎのようにはいきませんが、下の方も食べることができますので、炒めたりはしています。シチューにしたりとかしています。長期の保存をするためには、玉ねぎの品種にも和製、中手、奥手というか晩生っていう3種類の品種があるんですが、保存性が一番いいのは晩生の方が保存性が効きます。でも私は晩生作らないですので、畑の中で長くおるのがイライラするので、もう和製しか作ってないですが、たまに中手も作りますけど、ほとんどが和製です。みんなが収穫しだすと、収穫したいっていう気持ちの方がこう焦ってきますので、もう和製を作っていますが、和製でも結構10月11月まで保存が効きますので、それはそれでいいかなと思っています。それでは私が保存するためにどのような縛り方をしているかをちょっと見ていただきましょうか。こちらに玉ねぎを縛って吊るしていますが、こちらは外側の薄皮を剥いて縛って吊り上げてます。こちらはもう何もせずにそのまま根っこだけのけて縛って吊るしてます。一昨年の玉ねぎをこのようにして吊るして動画でアップさせていただいた時に、コメントでこの茎をつけてた方が腐りにくいというコメントをいただいたので、普段だったらここで私こうハサミでチュンと切るんですけど、別に切っても切らんでもいいか、見た感じがちょっと葉っぱが鬱陶しいような気がしますけど、つけておいた方がいいというならあえて切る必要もないかなと思って、そのままで潰しています。それと縛る時に玉ねぎを4個から3個1つの紐でくくっていますが、段差をつけて縛っています。玉ねぎを全部高さを揃えて縛るんでなくて、玉ねぎを段差をつけて縛って、さらに
かける時も手前を高くして奥を低くした場合、次は手前を低くして奥を高くしてというふうに交互に吊るして、だんだんになるような吊るし方をしています。これはなんで皮むいちゅうが？外のこの汚いのが気になったので、皮をむいたら乾燥しやすいかなと思ったんですが、まあこれ白くなってても乾燥したら同じようにこんなに赤くなります。ああそうなの？そう、外の皮は1枚はどうしても色がついてきます。うん、まあ泥がついてない木、まあ見た目が綺麗、綺麗やね、うん、台所へ持って行っても泥が落ちないので、ちょっと手間かかるけどね。はい、はい、それではちょっと縛り方をやってみます。まず玉ねぎを段違いにこのように持って、3個でもいいんですが、まあ、4個をこの紐で、ビニールの紐で、ビニールこれ、そうや、ナイロンというか、うん、ビニールだこれ、うん、これで強く縛っています。はい、このようにして吊るしています。その吊るす前に根は切ってのけるか？根は必ずこれは切ってのけます。それ理由あるわ？理由は分からんけど、切ってのけた方がもう根の働き必要がないので。もうずっと昔から切るというだけ？そう、まあ、必要もないし、必要ないけん切ってのけるがやけど、うん、ひょっとして何か理由があるんですかね、分かりませんけど、私はいつもこのようにして根っこは抜けています。もう根の働き必要ないので、うん、このようにして、では もう一度これを縛ってみましょうか。ちょっと持った時に、うん、こうちょっとバランスがいいような形にするがいない、くくる前に持ち上げた時に、はい、無意識にやってますけどね、まあ、何十年もやる雪、あ、これ切られ切ったらダメダメ、もうこれぐらい枯れたら、これ陰干しがかなり進んでるので、これぐらい枯れたら頭切ってもいいんじゃないかな、葉っぱの先をね。そこから病気が来るのかね、多分そういうバイ菌が入ってくるというか、うん、でももうこれ完全に枯れちゅうき、これをこう切っても別に問題ないかも。まあ気になるようやったら、これ切り口を塩石灰をかけたらいいっていうことやけど、もうかけたことはない、うん、このようにして吊るします。はい、吊るして、このような玉ねぎの葉っぱと葉っぱをくくりつけて、これで近くの農家さんは吊るしている方もいます。保存の方法はいろいろ、
その人その人に合った保存の方法でやっていけばいいと思っています。それと玉ねぎをビニールの袋に、まあたくさんは入らないでしょうけども、 3,4 個ぐらいであれば冷蔵庫にビニールでくるんで入れておけば保存も効きますし、甘みがちょっと増します。そういう食べ方もいいかなと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。こちらは外側の薄皮を剥いて縛って釣り上げてます。こちらはもう何もせずにそのまま根っこだけのけて縛って吊るしてます。この紐で、ビニールの紐で、ビニールこれ、このようにして吊るします。はい、吊るして。